ゆいすけ東山のカップラーメンができるまで。あ、もしもし。あ、もしもし、どちら様でしょうか。あ、すいません、いきなり、はい、ゆいすけと申します。初めまして。初めまして、はい、東山さん今大丈夫ですか。何がですか。何が 今お時間大丈夫ですか。あのですね、本当に申し訳ないんですけども、はい、今カップラーメンにお湯を入れたとこなので、あ、できるまでだったらいいですよ。そうなんですね、はい、あ、じゃあ、まあ、まあ大した話じゃないんで2分ぐらいちょっとお付き合いいただけますか。あ、いいですいいです、全然、はい、すいませんね、はい、あのですね、最近春めいてきて暖かくなってきたじゃないですか。いやー、いい季節になってきました。そうなんですよ、ね、それでね、最近外歩いてたら、はい、ジョギングしている女性がすごい目に映るんですよね、うん、ランニングとかしてる方多いですもんね。そうなんですよ、はい、こうホットパンツにね、はい、こうタイツって言うんですか、はい、であとこうサンバイザーつけて、はい、たわわな胸を揺らしながら走ってるんですよ。またやらしい見方してますね、ゆいすけさんも。あれ、そうですか。やっぱどうしてもやっぱり男だと胸に目がいっちゃいますよね。いや、やっぱ行きますよね、はいはいはい、うん、で、まあこう走り去った時の、うん、あの女性特有の甘い香り、あ、なんかしますね、なんかいい匂いしますね、うん、はい、でそれで、あー、ええ匂いやなーって思って振り向いたら、いいお尻があるんですよね、またいや、また本当なんかなんていうんですか、初情期じゃないかっていうぐらい春になって、ゆいすけさんはあっちこっち女性のね、そういう部分見てますね。そうなんですよ、うんうん、やっぱり春だから恋をしなきゃと思ってね。ああ、なるほど。それこそゆいすけさんも、はい、なんかランニングとかして、うんね、一緒にこう伴走なんかしてたら仲良くなれちゃうんじゃないですか。いやー、それが俺足遅いんですよ。ああ、ちょっと致命的でね。いや、でも持久力もないんですよ。ああ、なるほどな。だとしたらそういうね、ランナーの人との出会いっていうのはなかなか難しいかもしれないですけど。そうですね、なんかお互い春なんで、そういういい出会いなんかあったら嬉しいですよね。そうです ね、まあこれも東山さんと俺との出会いってことで、はい、よくわかる。すいません、もうそろそろカップ麺ができそうなんで、あ、今日はこの辺で、はい、それじゃあまた失礼します。はい、あ、すいません、まあすごい、なんだろう、思春期かっていうぐらい溜まってそうでしたけどもね、また次回。